海外の方々必見、日本の伝統プレー参戦。一つ目の伝統は、自分がダウンして格差を入れられてしまった時、日本ではビーコンを連打します。日本は時間に大変厳しい国で、残り時間を知らせる目的からこの伝統が生まれたようです。二つ目の伝統は、ダウンした味方には蘇生キャンセルを繰り返すというものです。日本は世界的に見ても平均睡眠時間が短いことから、このような睡眠を与える文化が浸透したようです。最後の伝統、これは海外でも共通するかもしれません。味方がデスボックスになったら、ボックスの上にホロスプレーを添え挨拶をするのが伝統です。これは今までありがとうという感謝の気持ちです。